マッシュは1970年のアメリカ映画、朝鮮戦争を舞台に3人の軍医を描くブラックコメディ映画。リチャード・フッカー原作の小説をロバート・アルトマンが映画化し、カンネ国際映画祭パルム、ドールやアカデミー脚色賞を受賞した。タイトルのマッシュとは陸軍移動外科病院のことを指す。朝鮮戦争下の米陸軍移動外科病院にホークアイン、 デュークの二人の軍医が配属されるが、到着早々に、女性将校に色目を使い責任者のブレイク中佐に、睨まれてしまう。二人は、バーンズ少佐と同室になるが、厳格なカトリック教徒のバーンズの小言に平気して、別の部屋に変えてほしいと、ブレイクに直訴する。その後、バーンズは別室に移動になり、代わりに、軍医のトラッパーが同室となる。三人とも腕前は、 ピカイチの名医だが、他の仲間とつるんで、日々軍機を無視してやりたい放題の騒ぎを起こしていた。そんなある日、新任の女性将校、法理班少佐はやりたい放題の3人を目の敵に、スルバーンズと共に、上官であるハモンド淳将に、病院の軍機の乱れを訴えようと告発状を用意する。 二人は告発状を用意した後に一夜を共にするが、ホークアイたちが二人の部屋にマイクを仕掛け、ベッドシーンを軍放送で流してしまう。それ以来、ホーリーハンは、ベッドシーンでの発言から、ホットリップスというあだ名をつけられてしまい、ホークアイから、ベッドシーンのことをからかわれたバーンズは、彼を殴り倒して本国に強制帰国させられる。ホークアイは多忙な日々を過ごす病院で、 神父のディゴから司会のワルドースキー隊員が深刻な悩みを抱えているという相談を受ける。ホークアイはワルドースキーに話を聞きに行き、彼が男性的不能に陥っており、自分はゲイなのではないかと悩んでいることを知る。ホークアイは仲間にそのことを話し平成を装うと、するが、ワルドースキーは悩んだ挙句に自殺を決意する。ホークアイとトラッパーはワルドースキーを助けるため、彼の お別れパーティーを開き、生産狩りと偽って睡眠薬を飲ませる。そのまま眠ったワルドースキーのために、ホークアイは、不倫を持ちかけていた女性将校マリアに、彼の命を救ってほしいと依頼し、彼女は、ワルドースキーと人用を共にして、男性的不能問題を解決する。マリアが帰国した後、ホークアイたちは、氷藩の髪の色は本当に金髪なのか 染めているだけなのかという話で盛り上がり、彼女がシャワーを浴びている小屋を壊して、彼女の全裸を収目にさらす。我慢の限界を超えた法理ンは、彼らの行動を放置するブレイクに怒りをぶつけ、ハモンドにじきそする。一方、ホークアイとトラッパーは負傷した議員の息子の治療をするために、日本の小倉市に派遣される。二人は早く仕事を終わらせて、ゴルフと芸者遊びをしようと、 責任者である大佐の許可を得ずに勝手に手術を始めてしまう。手術を終えた二人は早速ゴルフに行こうとするが、激怒した大佐に軍法会議にかけられそうになるが、文句があるなら議員に訴えると脅され退散する。ゴルフを終えた二人は芸者遊びを楽しむが、そこでアメリカ兵と芸者の間にできた機関食道路の赤子の治療を手伝ってほしいと依頼され、 軍病院で治療しようとするが、再び大佐に反対されてしまう。二人は大佐を睡眠薬で眠らせ、その隙に大佐と芸者との不倫現場を撮影し、赤子の治療を認めさせる。ホークアイとトラッパーは仕事を終えて、朝鮮に戻ったが、そこでは、法理班の直訴を受けたハモンドが病院を訪れていた。二人は、ブレークと共に話をごまかすが、話の流れで、 アメリカンフットボール好きのハモンドの舞台と五千ドルをかけて試合をすることになってしまう。ホークアイは元プロ選手のジョーンズ隊を補充兵として呼び寄せ、ハモンドのチームと試合をすることになる。ブレークのチームは油断させて、掛け金を釣り上げた後に逆転勝利する計画を立てるが、ハモンドのチームにも元プロ選手がおり、序盤から劣勢に立たされてしまう。ホークアイは、 試合中に、元プロ選手に薬物を注射して、強制退場をさせ、後半戦で、ジョーンズを投入しておや逆転勝利する。数日後、ホークアイとデュークに帰国命令が届き、二人は、トラッパーと別れを交わして、病院を去っていく。二人が乗ったジープが走り去るシーンを背景に、軍放送から、本作の内容とキャストの情報が流れ、物語が終わる。 ありがとうございます。